ということでケープコットクックオフへ来ました。1月の13日から販売、ダッフィーのワンダフルボヤッチのランチケースとスーベニアのプレートとケーキ、あとはムースにスーベニアのカップ。今回のファストプライズセットは期間限定のじゃなくて11月から販売の前のもので、今日販売のワンダフルボヤッチのランチケースをつけてもらいました。あとは今日からクッキー&ドリンクも新発売です。これは前にも紹介したバーガーです。いただきます。スペシャルセットのランチケースは後ほど開封します。今回も可愛いですね、ダッフィーのワンダフルボヤッチ。それでは今回のムースいただきます。このムースに対してスーベニアの、今回のダッフィーのワンダフルボヤッジのスーベニアのカップがつけれます。今回のすごいね、ミッキーのチョコ乗ってる。じゃあまず上からいただきます。あ、これすごいうまい。真ん中にね、キャラメルだと思う。濃厚ななんかジャムみたいなキャラメル入ってる。あ、でも全体的にキャラメルの味が強いな。なんか今までってストロベリー系のムースが多かったから、ちょっと新鮮な感じする今回のムース。うん、結構甘いです。うん、真ん中が分かんないや。ちょっとまたキャストさんに確認してみよう。でも全体的にチーズの味よりもキャラメルの味が強いな。ペロって完食できました。それでは食べます。なんかチョコレートっぽいね。うん、チョコレートだ、甘い。今回どっちも甘いけど、まあベリーがね今まで多かったから個人的には悪くないと思う。そしてね、マフィン結構食べづらくてこぼれる。上のチョコレートがちょっとこぼれちゃった。上の丸い部分はねチョコレートのクリームで甘かったんだけど、下は甘さ控えめだ、マフィンの部分。でも今回のムースもマフィンもだけどすっごく美味しいと思う。マフィンも結構思ったよりサイズあるから、マフィンの量もね多く感じる。ムースケーキよりも俺マフィンの方がいいな。うん、上はね甘かったけど下はそこまで甘くなくて、甘さキャラメルムースの方が甘かったかな。でも食べやすい。それでは最後クッキー&ドリンク。クッキー&ドリンク、時間が経つとワッフルも溶けて生クリームも溶けて、なんか残骸なんか見た目が違うものになっちゃった。ワッフルが上にあったのに ね、写真撮りたい方は早めに撮らなきゃ。これダメだ、見た目が全然違うものになってる。よくかき混ぜます。なんかそこにレモンみたいなのもあるね。あ、さっぱりめ。え、すごい飲みやすい。下にねレモンが入ってんだけど、レモンの味かなり強い。レモンの味とカルピスの味、え、すごいさっぱり、酸味が効いてる。ホットだから温かいし、あとね中にゼリーも入っていて、ちょっと滑らかな食感、お口周りがすごくします。甘さも控えめ、甘さもそんなないです。ワッフル入ってたんだけどね、今ワッフル、今そこのワッフルが口の中に来た。ワッフルはねちょっと甘め。もともとこのドリンク自体が甘さ控えめで、レモンとカルピスでちょっとさっぱりしてるんだけど、ワッフルの味が入るとちょっと甘さがあって、え、これめっちゃうまい。上はこれクリームなのかな、なんかホイップクリームっぽいけど、なんかワッフルよりも全体的にレモンの味が強い。あとカルピス、見た目もね、見た目も可愛かったし、すぐね形が変わったんだけど、これ美味しかった。ちょっともう一回これ飲みたいな。はい、ということでここからはダッフィーのワンダフルボヤッチのスーベニアを紹介していきます。まず一つ目がもう定番、ダッフィーのワンダフルボヤッチのランチケース。表は今回のメインアート、旅を楽しんでいたり旅の思い出をねお話ししているイラストになっています。普段出てるランチケースとサイズは変わらなくて、内側こんな感じ、すごい可愛いね今回の。
ランチケースの内側は銀の素材になっていなくて布の素材になっています。そしてムースについているカップは陶器製でミッキーとダッフィーメインアートが横にプリントされています。裏側もダッフィーのロゴが入っています。そしてマフィンにはスーベニアのプレートも付けられます。こちらもダッフィーとミッキーのメインアートでメラミンじゃなくて陶器製、外側はロゴになっています。はい、ということで以上ダッフィーのワンダフルブランチのケープコットクックオフのメニューとスーベニアの購入品紹介でした。他にもケープコットクックオフでスーベニアのミニスナックケースって言えばいいのかな、ダッフィーのワンダフルボヤッジのバスケット型のミニケースが出ていたり、同じアメリカンウォーターフロントのドックサイドダイナーではセットメニューに対してスーベニアのランチョンマットも、詳しくは動画の概要欄の公式サイトのスペシャルメニューからチェックしてみてください。東京ディズニーシーではダッフィーのワンダフルボヤッジだけじゃなくていよいよ1月の18日からトータリーミニーも始まります。トータリーミニーのメニューも詳しく動画で紹介していくので楽しみにしてもらえたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、動画の概要欄貼ってあるのでフォローお待ちしております。それでは、バイバイー。